ナポレオンの居室訂正様式とは、建築、家具その他の装飾芸術や資格芸術の分野で19世紀前半に起こったデザイン運動である。しばしば第二次新古典様式とみなされる。エンパイアのフランス語発音からアンピール様式、また英語読みでエンパイアスタイルと呼ばれることもある。訂正様式はナポレオンのフランス第一訂正時代に始まり、 そこから名前を取っている。これはナポレオンの統率とフランスの地位を理想化することを意図していた。帝正様式の初期を指してイギリス帝国ではアダムスタイル、フランスではルイ16世様式と呼ぶ。帝正様式は18世紀のローマ帝国とその膨大な考古学的遺産の再発見に影響を受けている。 それまでのルイ16世様式とディレクトアール様式は1700年代のロココスタイルと比較するとより直線的でシンプルなデザインであった。定性様式は大衆の様式であり、これ見よがしでもなく落ち着きがあって非常に均衡が取れていた。定性様式はちょうどナポレオンがヨーロッパの人々をフランス民法典で 自由化したのと同じく自由で啓蒙された建築であるとみなされた。訂正様式はナポレオンのマルメゾン城の建築家シャルル・ペルシエとフォンテーヌの創意に富んだデザインによって広まった。そのデザインは古代ギリシャ・ローマ時代の素晴らしい象徴や装飾からインスピレーションを得て重々しく描かれた。建物は一般的に シンプルな木材の骨組みと植民地から輸入された高価なマホガニーで化粧張りされた箱状の建造物とからなった。ビーダーマイヤー様式の家具もまた当初財政的な制約のために黒炭が使われていた。オルモルは職人の技能が高い水準にあったことを示している。フランスで有名な定正様式の建築には壮大な新古典主義のカルーゼル外専門。 バンドーム広場、マドレーヌ寺院がパリに建築されているが、これらは、ローマ帝国の建築物の模倣であった。ナポレオンの失墜後、帝政様式は多少変化しながらも数十年間支持され続けた。帝政様式は、フランスで19世紀後半、20世紀の初め、そして1980年代に再流行している。フランスのベルナドット将軍、 すなわち後のスウェーデンをカール・ヨハンがナポレオン風の様式をスカンディナビアに伝えたためこの地域で訂正様式はカール・ヨハン・スタイルの名で知られている訂正様式が他のヨーロッパ地域で忘れられた後もカール・ヨハン・スタイルはスカンジナビアで人気を保ち続けたフランスはスウェーデンに対する負債の一部を 金銭の代わりにオルモルのブロンズで支払い、その結果フランスのブロンズとスウェーデンのクリスタルでできた、クリスタルシャンデリアが流行することとなった。火山聖堂サンクトペテルブルク定制様式は、ロシア帝国にも特有の定着を見せた。ロシアではナポレオンに対する戦勝を祝うために、ロシア海軍本部、火山聖堂アレクサンダー・コラム、ナルバガイ専門といった、 記念建築が建てられた。スターリン様式はしばしば、スターリン訂正様式と呼ばれることもある。イタリアでの訂正様式は、ほとんどのヨーロッパ諸国よりも長く続いた。ローマ帝国教会のためでもあるが、1870年の統一イタリア後、国家建築の様式としてリバイバルされたことにもよる。 マリオ・プラーツはこの様式について、イタリア訂正様式として記述している。イギリス、ドイツ、アメリカでは、地域の状況と、エジプト・リバイバル、ギリシア・リバイバル、リーダーマイヤー様式、リージェンシー様式、後期フェデラル様式といった後発の流行様式に、訂正様式は合致していた。ありがとうございます。